ブレーキランプ5回愛してるのサイン。やったっけ？全然違う。まあ、ということで、まあ、ドリームズカムトゥルーの有名な曲にですね、未来予想図という曲があるんですけど、このなんか歌詞の中にブレーキランプ5回愛してるのサインというね、車語というのがね、まあ、あって、一応車語ブレーキランプ5回で愛してるっていう意味で、それ以外は多分ないんですよね。で、今回はそれをですね、我々がちょっと開発しようと、さらに発展させようということで、今回の企画はですね、車のランプだけで会話できるのか。イエイ。今からですね、2チームに分かれて、それぞれ車のランプを使った言語を作ってもらって、意思伝達を試みるっていうのをね、やるんですけども、今回は滋賀県まで行ってですね、そこで発表会を行うと。とりあえず何でも、もう車で表現できることなら何でも使っていいというルールでいきたいと思います。わかりました。はい、じゃあ解散。何が使えるかっていうのを、じゃあまず書き出していこうという。合計ワイパー、サイドミラー、ブレーキ、ブレーキもあるんか、ここ外のホモヨロを、はい、ブレーキランプをこっちの段にするんですよ。1,2,3,4,5 5回の段。どういうこと？ブレーキランプ1回でここの段、ブレーキランプ2回でここの段みたいな感じにして、ワイパーをやるやん。その時に、あ、か、さ、だ、だ、一回転でなんかみたいなのもあるんだけど、あー、なるほど。あ、それで、パ行表現、はい、いいじゃないですか、それいいじゃないですか。なんか、ハテナとかびっくりマークとか。あー、確かに、確かに。車の中で揺らす。愛してるのサインって、愛してるのサイン X で取ったって言ってありません？いや、でも一緒に生きていきたいってことで、コサインって考えた可能性ない。ああ、死よ。はい、じゃあ僕らから発表したいと思います。まず一番大事な赤らば、赤坂の浜やらばの決め方なんですけど、僕らはピッピリオンというのを取られまして、ピッピリオンの取られまして、ワイパーが動き出した瞬間に、ガッガッ、いや、それは普通あ、まあ、や、ら、わっていう止まったとこで確定されるっていう。次、縦、縦、はいはい、母音をどうするかなんですけども、これは指示器とハイビーム、ロービームの組み合わせ4パターン。右ハイビームだったらいい、右ローだったらトゥー。何もせんかったらあーげん、あーと、あ、そう、何もせんかったら、何もせんかったらあーってこと、あーってこと、パーとかピーってた、丸は、その場でくるくる回転してたら、丸。え、車ごと、車が動かします。濁点はまあ点々なんで、そのまでこう前後移動して、前後移動、はい、車がめっちゃ揺れてたら、はぁ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 、ブレーキランプの1から5回までで5ってさ、愛してるって最強やから、1はだからもうなし寄りのなしみたいな、あり、全然伝わってない、あざすみたいな。じゃあ僕ら行きますか。シーンシグナルとボインシグナルってのがあって、はいはいはい、シーンシグナルが10種類、ライトがついてたらもうアイウェオのどれかってこと。ハイビームやったら家業みたいな。ああ、はいはい、はい。ウインカーの左やったら作業みたいな感じ。はいはいはい。で、基本的にボインシグナルは全部ブレーキランプなの。はいはいはい。ブレーキランプを踏んだ回数でアイウェオのどこかが決まる。ライトついた状態でボインのシグナルのブレーキランプが2回踏まれたらいいみたいな。はい、はい。4回踏まれたらええみたいな感じ。はいはいはい。で、クラクションを鳴らしたら数字タイムに入る。それで次にハザードランプがつきます。だハザードランプのそのカチカチの回数で数字が決まる。あー、で、それが終わったらクラクションがもう一回鳴らされて数字タイム終わり。はい、じゃあとりあえずこれでじゃあ一旦やってみますか。やってみますか。もじゃあ滋賀県にレッツドライビング、ドライビング、はい、というわけで、我々の地元滋賀県にやってまいりました。まずじゃあまず練習ということで、まず片方が会話をね、ブレーキランプで披露します。受け取った側は LINE でそれに対する返事を打ちましょう。なるほど、なるほど。それが合ってたら合格という。その後に本番、ランプだけどシュールな戦いが繰り広げられるという感じで、レッツブレーキ。
さあ、行くぞ。お手柔らかに。はい、じゃあというわけでチーム滋賀、一発目、結構スタンダードに言ってあげたいよな。ハローで行こうか。あのプログラミング言語を始めててハローワールドから入るっていうあれ、ね、あれということで、ね、よしよし行くぞ。本気出します、本気出します。はい、1回目。で、A やからなしで、B ね。なんか出てこへんの。次で、ロ、ローなんで、ラーですね。はー、かラで、O だから左下で、向こうから見てるんで、右にして、右に指示器、全身を通で大丈夫です。で、左上ですか。あれは左上、え、れ、れ、はれ で最後、O ね。 O なんで、右で、右、左上、左上。さあ、返してくれるかな。そうですね、ハローかワールドで返してくれたら、待って、ハレー、ハレーです、ハレー。おいおいおい、違います。いや、違います、違うじゃないわ、ほんま。さっきのハローちゃう、ハロー。おっ、おっ、正解。やっぱりほら、左下やったから、おおやったから、ハロー、おーやったから。あれ左下のさ、あれが朝はパンとか。それではまず、あ、いきます。はい、まずワイパー見ときます。あ、いーち、あーや、あ、はい、次、最初、さ、あ、はぁ、はぁ、はぁ、いきますよ。はい、パ、パー、回りまーす、回りまーす、回りました。でもこれ回り、パ、朝はパか。で、からの、それ揺らすね。せーの。朝はパン。おお、え、すげえ、すげえ。これ全然読み取れましたね、これ。もうだから、もうこっちからこっちはまあ、完璧ね。完璧。すごい、すごすぎるよ。なんか言語の創始者気持ちいい。さあ、行きます。行くで。はい。ま、マーが？マーはワイパー強です。さあ、これ。ワイパー、ワイパー、ワイパー、マー、マー、マーからの、はい、マーブレーキ、ブレーキ、ブレーキ。で、まあ1回ですね。光ってる、光ってる、光ってる。で、さは1回です、マーや、マーや、マー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 ね。はい、これ左ウインカー、左ウインカー、作業で、はい、ブレーキランプ1回です、さ、1回です。マサ、これハザード、これハザードです。ラ、マサラターン、マサラターン、マサラターン。次ウインカー右や、次ウインカー右、来い。あやっぱりやっぱりかよ、お前マサラタウンかよ。じゃあです、ということで、マサラタウン、あーざす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 、ということで、チーム、いや、ちょっと伝わった、ありがとうございました。だからこれいけるんよ、だからこうやって、ね、いけてしまうんよ。できるもんなんすね。はい、じゃあこれからですね、おのおの2人の言語をね用いて会話のキャッチボールをやっていくんですけども、合計会話が2往復行って帰って行って帰ってできたら、はい、無事撮影終了。はい、じゃあ何としてでも帰りましょ う, どう何としてでも帰ろう。それではレッツ言語ー、ご飯どうするとか、あ、この後のご飯どうする、なるほど、行きます。まず、なんか下がってた、下がってた。これ濁点やな。5や、5。せーの。どうする？ご飯どうする？ご飯どうする？ご飯どうするじゃないですか。あ、そうやな、多分。行きます。よし、さあ来い。お、おやんな。はい、おはライトです。どうする？普通のライト、普通のライト。あ、おやな。お寿司かオムレツか。
バイバイ、まあ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 、おむおむおおむ、分かってる分かってる、オムライス、オムライス、分かってる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 、こいつだマニュアルにブレーキランプにあのアリオリのなしっていうのがあるんやけど、でも俺らの中でそういえばそれ使います、一回使っている、ブレーキランプですね、きっと、丁寧、これご丁寧ずれ食らえブレーキランプ2回ですね、アリオリのなし奈良ラーメンはみたいな、どうするにしましょう、は奈良ラーメンはどうするキモよし、待ってよっしゃ、あ、奈良ラーメンは、あ、あーほんまや、奈良ラーメンほんまや、奈良ラーメンはで呼んでたら奈良ラーメンはあーなるほど、すげえ割り方で、あ、割り方で、絶対、あ絶対そうだ、なるほど、できるもんだな、麺割り方でや、多分、よし、してきた、オッケー、完了、しゃい、どうかしてくるか、彼らが収めてくれまることを祈りましょう、はい、4人前頼んどくわってこと、あー、それもいい感じだと思います、4人前頼んどくわ、クラクション鳴らすと数字台です、もう一回、何、あ、食べるよって合図、え、そんなんないよな、だってそうなの、これ消さなかった、社内とついてた今だから、あーそういうこと、ハザードハザードラよん、え、ピって何、ピって何、待って、ピって何、ピって何、あ、ワイパーワイパージャック、じゃあ、え、ウォッシャーウォッシャーウォッシャーのウォッシャーで、2回やな、はい、何、ちょっと、わからん何があったでも回す、うんま、普通のライト、あ、分かった、お、何人前みたいな、あーかもしれない、普通のライト2、ええや、多分だからすげえや、多分5人前頼もうみたいな感じや、多分、あ、なるほど、終わりでーす、わーか、わー、さあ、頑張れ、終わった、わーっす、最初は2人前食べてんくわ、まず出した暗号ね、暗号は何だったでしょうか、一発目はご飯どうするハテナ、正解、はい、正解、それに対してオムライスと正解でございます、この時点でお寿司とオムライスみたいな最初だと、その次はアリオリのなし、それに対してあなた方は、はい、ならラーメンは、でそれに対して麺バリ方で、で最後これがちょっと怪しくて、俺の予想では4人前食べてくるわみたいな、あー4人前食べてくるわ、ほぼ正解、だからまあ4人前頼んどくわ、あ、正解です、完璧、はい、正解、耐えたでも意外と、ドリームズカブツルーさんのあの歌詞もちゃんとすればここまでいろいろ伝えられる、マニュアル化したらここまでできる、はい、マニュアル化したらここまでできる、分かったというのがもう今回のロマンすぎて、ね、あの宇宙人の更新も夢じゃないということが分かったので、はい、まあ、それが分かったということで今回はね、はい、まあ、お寿司を食べに行きたいと思います、はい